これがネイチャーに掲載された論文ですが、この画像の明るさ、コントラストを変えますと、このように明らかにバックグラウンドは異なっており、切り張りがなされていることがわかります。小岡たちの説明は、このような切り張りの行為が禁止されているということを知らんかった。しかし、このような行為は研究者を錯覚させる危険性があります。ネイチャー論文の条件と学位論文の条件を比較してみると明らかな違いがありました。で、明らかな実験条件の違いを認識せずに論文1の図を作成したとの説明を納得することは困難です。で、このような行為はデータの信頼性を根本から壊すものであり、その危険性を認識しながらなされたと言わざるを得ません。以上の判断から、小岡田氏が捏造にあたる研究不正行為を行ったと調査委員会は判断しました。理研の研究者が発表した論文が、科学社会の信頼性を損なう事態を引き起こしたことに対し、改めてお詫びを申し上げます。残念ながら、今回の共同作業において、若手研究者の倫理観、経験の不足と、それを補うべき立場の研究者たちの指導力の不足、一方、スタッフ伝承の科学的検証については、理事長主導のもと、当センターの研究者を中心に、理研自体が厳密な検証実験を行って、その結果を公表し、第三者が検証するための基盤を提供してまいります。調査委員会の議を見てですね、不正と見なされた論文について、撤回を勧告させていただきたい、こういうことです。